のぼせもんやけんは、小松正雄による、自伝的長編小説シリーズ。第一作、のぼせもんやけん昭和30年代、横浜セールスマン時代のこと。が2006年6月に、第二作、のぼせもんやけんに植木刀の付き人時代のこと。が2007年12月に竹書房より刊行された。本作を原案として、植木刀とのぼせもんと題し、 テレビドラマ化され、2017年9月から10月に NHK 総合土曜ドラマ枠にて放送された。植木等とボセモンと題して NHK 総合の土曜ドラマ枠で2017年9月2日から10月21日まで放送された。主演は山本浩二、全8回。俳優、コメディアンで日本喜劇人協会会長も務める小松正夫の 自伝的小説、のぼせもんやけんを原案として、無責任男を演じ、スーダラブシを歌って、時代の長寿となった、明るい昭和を象徴するエンターテイナー、植木等と植木に弟子入りして、月人兼運転手を務め、植木のことを、親父さんとしたった、のぼせもんこと、小松正夫との指定関係の物語を、当時の映画や、テレビバラエティ番組の熱気あふれる撮影現場を背景に描く。 植木等の活躍を描く本作の見せ場の一つとして、昭和30年代の人気バラエティ番組、シャボン玉ホリデーを再現。そのマリ役の山本さやかが、会いたくて会いたくて、を、伊藤ゆかり役の中川翔子が、小指の思い出を、奥村千代役の鈴木愛理が、ごめんね、二郎を、ザ・ピーナッツ役の鈴木みな、マリアが、振り向かないでをそれぞれ披露。 また、花はじめとクレイジーキャッツ役には、楽器演奏が得意なキャストを配して、実際にバンド演奏を披露する。主要人物その他植木等とのボセせンに関するカテゴリー。ありがとうございます。